インドでは結婚前に徹底的な行動調査が行われます。そして時には気づかないうちに行われていることも。インドの探偵事務所は私立探偵による結婚前の行動調査を提供しているんです。さらに唾を吐くことを監視している検査官もいます。この迷惑検出器とも呼ばれている人々は、公共の場でゴミを捨てたり唾を吐いたりする人々を捕まえて罰金を科す公務を行っているんです。他の国ではあまりお目にかかれないもう一つの職業、それは耳掃除のプロ。インドでの耳垢を取り除く作業には伝統的な器具が必要とされ、皆さんがご存知の綿棒は使われていません。そしてその器具とは、鋼鉄の針と脱脂綿、そしてハサミ。耳掃除のプロは針の周りに脱脂綿を巻き、綿棒のようにしたもので顧客の耳を掃除します。そして市内の中心部や記念碑の周辺、または地元の市場で営業しているんです。この職業は現在のインドでは稀でエキゾチックなものとなりましたが、以前はかなり一般的だったといいます。インドでは皆さんの夢が叶うかもしれませんよ。なんとウォータースライダーを滑り降りてお金を稼げるんです。この職業はウォータースライドテスターと呼ばれており、スライドが安全で楽しいかどうかをチェックするお仕事。そして様々なホテルで働きながら、ほとんどの時間を飛行機で過ごし、リゾートからリゾートへ移動しています。インドには地元の人々がドアに鍵をかけない村があります。その村には鍵のある家が一軒もなく、公衆トイレでさえ鍵がありません。ドアの代わりにカーテンがついているんです。ちょっと心配になりますよね。ですが実際この村はものすごく安全な地域として知られています。でも一応野良犬が家に入らないように木の棒をドアに立てかけているようです。この村には2015年に唯一の警察署が設置されています。ですが苦情が報告されることはないようです。さらに地元の銀行でさえ鍵がかかっておらず、世界で唯一の鍵のかかっていない銀行とされています。人々が村を離れている間も近所の人に家の世話を頼むことはありません。そして貴重品やお金、宝石も隠さずに置いていくのです。インドではベジタリアン料理が大人気。なんと国の全人口の 15% から 30% がベジタリアンなんです。中には魚だけを食べて動物を決して食べない人たちもいます。美味しい肉料理で有名な大手のチェーン店も、インドには特別に新しいベジタリアンメニューを提供しているんです。伝統的なインド料理を食べる際にカトラリーはいりません。食欲をそそるカレーも指で食べるとさらに美味しくなるそうです。もし本場でインド料理を食べる機会があったら、指を噛まないように気をつけましょう。インドにはクレイジーな伝統料理もたくさんあります。ファンピュートと呼ばれるこの料理、これはインド料理によく使われるジャガイモから作られているんです。この料理がエキゾチックな理由は、使っているジャガイモがかなり古く腐っているというところ。そして伝統的なスパイスもたくさん使います。単なる付け合わせなので、メインディッシュも選ばなければなりません。サモサと呼ばれるジャガイモを使った伝統的なインド料理は、揚げた餃子に似ていますが、付け合わせで食べることも、おかずになることもあるそうです。砂糖が好きだったらインド人に感謝しましょう。砂糖は約2500年前にインドで最初に抽出され精製されたんです。その後中国人がその技術を学び、世界中に広がりました。インド人に感謝したいもう一つの発明はシャンプー。当初はドライハーブとエキス、そして水を使って作られていました。ムクロジとソープナッツはインドで広く普及していたため、シャンプーの成分として完璧なマッチだったのです。インド人の多くが綺麗な髪やクールなヘアスタイルをしているのはシャンプーのためかもしれませんね。ちなみにインドには散髪に火を使う美容師がいます。
まあそれほど普及しているわけではなく、それを行っているのは一人の美容師だけですけどね。最初に可燃性の粉末を髪に振りかけます。そして文字通り髪に火をつけるのです。髪が燃えている間、美容師は櫛を2本使いながら形を整えます。彼は火を使うことによって髪が整いやすくなると言っています。そしてこのテクニックの散髪を求めて毎日最低15人は客が来るというのです。散髪に火を使うのはかなり画期的なアイデアですよね。祝日が好きな人にはインドがぴったり。インドには約1000種類の様々なフェスティバルやイベントがあります。最初の散髪を祝ったり、髪を燃やす美容院に行ったことを祝う人もいるかもしれません。特に地方でのお祭りは一見の価値がありますよ。ホーリー祭の色の祭典で、人々は春の始まりを示すものだと考えています。2月の終わりに開始され3月に終了。かの有名な派手な色の粉の掛け合いが行われるので、出席するのであれば新しい白いシャツを着ていくのはやめましょう。ディーワーリーは5日間続く光の祭典です。人々はお菓子などの贈り物をお互いに贈り合い、何千本ものろうそくやオイルランプに火を灯します。世界中でこれほど多くのお祝いをしている国は他にはありません。インドは多くの世界記録を保持しています。世界最大の日時計はジャイプールの町にあります。高さ27メートルの塔で、磨かれた石でできているので建築学の傑作だと言えますね。この日時計の影は毎分約6センチメートル移動するので、文字通り動く時間を見ることができるんです。インドでのもう一つの最長記録といえば爪。ギネス世界記録によると、史上最長の指の爪の記録はインド人の男性によって保持されています。この爪はロンドンの2階建てバスとほぼ同じ長さなんです。彼は2018年に切ってしまいましたが、以前は爪の合計の長さが 909.6cm に達していたといいます。さらに年間の映画制作本数の記録もあります。2018年インドでは1813本の映画が撮影されました。その量はものすごいものであり、2018年に国内で制作された全ての映画を視聴するために、1日1本の映画を視聴するとしたら、2021年の現在になっても見終わらないことになるんです。インドの一部である北センチネル島は誰も訪れることが許可されていないので、世界で最も隔離された場所だと言えるでしょう。この島では見知らぬ人は歓迎されません。地元の人々はかなり内向的で、常に外部との接触を拒否しています。船でも5海里以内の接近は許可されておらず、常に政府がパトロールしているんです。現代文明が到達していない世界でも数少ない場所の一つ。島は最近研究者に開放されましたが、観光客は未だに島を訪れることができません。数年前、ウドゥピという海岸沿いの町で2匹のカエルが結婚しました。この結婚は50度を超える猛暑の中で雨が降ることを願い行われたのです。カエルたちはユニークな衣装を身につけ、花嫁は指輪までしていたんですよ。2匹のカエルは新婚旅行でマンナパラ湖に送られ、そこで解放されました。ですが悲しいことに、結婚式の直後に起こった豪雨のために、数ヶ月後には離れ離れになってしまったそうです。インドには4つではなく6つの季節があります。北、西、中央インドのカレンダーによると、インドの春は3月と4月、そして暑い季節としても知られる夏は5月に始まり6月に終わります。さらに夏は結婚の季節としても知られています。次は豪雨に見舞われるモンスーン。通常は夏至の後の7月に始まり8月まで続きます。そして秋は9月下旬から11月中旬に訪れます。秋の後は冬前の単に涼しい季節になり、そして真の冬である寒い季節が1月に始まり2月まで続きます。インドには他にもたくさんのカレンダーがあります。
わずかな違いはあるものの、すべて6つの季節が記載されているんです。統一の像は自由の女神の2倍の高さで182メートルあります。この彫像は約2年前の2018年に公開されました。5つの部分に分かれていますが、観光客がアクセスできるのは3つだけ。最初の部分は彫像の土台から始まり、すねの部分まで続いています。この部分には3つの階があり、展示エリア、庭園、美術館があるんです。2つ目の部分は像の太ももまでの部分で、3つ目は高さ153メートルの展望台。4つ目はメンテナンスのための階なので入ることはできません。そして5つ目の部分は肩と頭で構成されています。開業後の11日間でこの巨大な像を見るために約13万人の観光客が訪れました。これはアメリカ・カンザス州の州都トピカの人口以上の人数です。どうやら人々はこの像に対して相当な関心があったようですね。